はい、ではみんなの投稿のコーナーです。はい、今日も皆さんからたくさんの投稿いただきましてありがとうございます。はい、では順番にご紹介していきます。はい、まず最初はトップバッタークボッチさんからの投稿です。ウサギの名前、うん、モミジ、はい、女の子、うん、3歳ミニウサギ、はい、オレンジ、はい、原田さん、はい、ウサギ先輩こんばんは。こんばんは、クボッチです。はい、投稿回数27回、素晴らしい素晴らしい。うん、今週の日曜日に荷物が届きました。あ、例のやつですね。アトリエうさこさんから、うん、視聴者プレゼントのグラスです。ねえ、待ちに待った。今回は、うん、その時に撮った写真を投稿します。はい。くぼっち流の今回の見どころは、もみじとグラスのツーショットです。うん、頭芸にしようと思いましたが、さすがにグラスが重くて無理でした。そうだね。アトリエうさこさん、素敵なグラスありがとう。はい。はい、お願いします。喜んでもらえて本当に嬉しいわ。グラスね、うん、何飲んでるのかな。アトリエうさこ、今日うさこ母さん2個だったっけ、これ部屋でだったっけ。あ、1個、まあ、結構包み大きくなる。うん、ぼっちさん最近手抜きになってます。いや大丈夫だ、続けることが大事なんだね。すいません、コツコツ、ね、はい、そうですこれは何あれは一応見せてるのね。私のグラスだねって。そうだよね、名前書いてあるもん。そうですよ、ジラさん、お待ちしてますよ。私もそろそろいい加減投稿しなくっちゃって。うん、私も投稿回数覚えてないね。本当よね、なかなか数えないよね。うん、いいね。何、結構細長なグラスやん。うん、うん、うさこ母さんからメッセージです。直筆ですね。ねえ、うん、そうですね、美人ですね、もみじちゃんもね。うん、使ってんのかな。ねえ、何が主にあの中に入るんでしょう。まあ、これからね、季節も季節だし、あのグラスはやっぱり使い勝手がいいですよね。うん、私もだって以前にあのねいただいたやつ毎日使ってますよ。うん、毎日使ってんの。うん、あのお茶も飲むしジュースも飲むし、うん、私お酒飲まないから、まあ、大体そんな感じなんですけど、うん、すごくいいです、あれ。いいよね。うん、だから割らないように、割らないように気をつけなくちゃと思って、うん、割ったら悲しいな。もう、うん、なるべくね、うん、はい、長く使いたいと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続きましてですね、ふうくんのパパさんからの投稿です。モデルウサギ名前、フー、リノ、フラン、スローネ、性別、フーくん。フーくんは甘いマスクのイケメン。リノちゃん、スローネちゃんは可愛い系の女優です。すごいな。種類、フーくん、リノちゃん、スローネちゃんはネザーランドドワフ、フランくんはジャージーウーリ。原田さん、ウサギ先輩、ウサメプの皆さん、こんばんは。こんばんは。フーくんのパパです。月曜日にプレゼントのヒヤッピアットか、ピアットストーンが届きました。ありがとうございます。うん、もう少し暑くなったらレビュー送りますね。そうですね。だんだんやっぱりね、毎日、うん、あの暑いですもんね。暑いね。うん、はい、さて、いつかは作ろうと思っていたショートムービーですが、うん、多分3部作でお送りします。すごい。予告編は前回の放送のアーカイブをご覧ください。うん、そうですね、やったな。うん、予告ではスタジオがなぜハリウッドという設定なのかというと、みんなアメリカラ、あ、そうか、アメリカンラビットだからだって。うん、さて今回はその第1弾、撮影会の様子です。どのようにしてもモデルウサギたちが撮影されているか、写真ではわからない裏方の雰囲気を、実音声も交えてお送りします。うん、もちろんその時、撮影したポートレート写真も、挟んでいます。第1弾は緩い感じですが、実写版、シルバニアファミリーのようなモデルウサギたちをどうぞ
自信満々ですね。いいですね。シルバニアファミリーね。うん、何それ。またすいません、次の第2弾は、モデルウサギに何やら異変が。ウサギたちの行く末はいかに。そして第3弾も、鋭意作成中。そうか、こうご期待ということです。一回ゼロに戻るんだな。うん、誰、いやいやいや、私、うん、そうかも。はい、ではその第1弾です。物覚えが良くないのよ。ありがとう、クリオネさん。あ、ワンコに気をつけな。来た、夫婦入れます、うん、そうか、そこから動いてるからね。今日は大人のジャズだね。うん、今回はまったりです。いっぱいいますね。ねえ、なんかますます次が楽しみになりますね。なるほど、さすがだな。ねえ、素晴らしい。三部作。ねえ。多分三部作。多分？多分って書いてあるよ。本当？いや多分じゃないでしょう。これは
続きが楽しみです。本当でそうです。はい、次回は楽しいよって。へえ、うん、毎回楽しいけどね。ね、本当だね、うん、DVD 化しましょうって言ってるよ、うん、いいですね。ね、うん、誰がクリオネスさん。ね、ということで、はい、うん、来週も楽しみに待っております。第2弾のあれ読んだっけ。うん、読んだよ。うん、本当に聞いてなかった、うん、読みました、うん、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、うん、マリさんからの投稿です。はい、ウサギの名前、うん、ネネ、はい、ミニレッキス女の子、はい、ウサメブの皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。今回の投稿は、うん、初の動画投稿に挑戦してみました。はい、4月7日に、何だっけこれ、何て読むんだったっけ。何だったっけ。白跡って書いて、なんか読み方があるんだよねこれね。教えてください。で、花見をした後に散歩させた時の様子です。はい、あ、定石、定石、うん、難しい、ね、定石、定石公園、どっち、あ、定石だ、あ、どっち、定石公園、んミックが合ってる、うん、あ、上司、うん、え、障子って書いてるの、え、どっちなんだ。これ操ろうとしたな。そういうことだね、うん、はい、はい、お願いします。はい、宇佐大福さんたら。あ、こちらがミック、あ、そうですよね、きっとね。お、すごいすごい。みっくんさんも今日いますよね。うん、これはさ、でも両方さ、あのチャット名があるってことは2台で見てらっしゃるってこと。マリさんも来てる。あ、見えなかったっけ。じゃあ1人、あ、そっか、1台を2人で見てらっしゃるってことですね。え、そうなの、教えてあげなくちゃ。どえ、どういうことどういうこと。これなんか当たったやつ。あ、そういうこと。すげえ、リアルタイムでは何が起こってるんだろうって。ずれて見えるんだって。あ、そうなの、うん、ルスカさん、言っちゃっていいのかな。あ、そういうことね。あ、入ってないってことね。あの、今もここでですね、ちょっと話題になっていることが一つございまして、思い切って言いますけれども、ハーネスのですね、装着の方法がちょっとなんか違うんじゃないでしょうかという質問がありまして。質問、はい、うん、どっちがどっちって、うん、左ってこと。腕入れるところが、うん、片方入ってないってこと。そういうことね。あ、じゃあ右は入ってる。あ、右が入ってるから。片腕抜けてるって。あ、そういうことですね。うん。ということです。いや、着崩しなんでしょ。ああ、スタイルね。そうそう。片方。なるほど。肩掛けみたい。あ、動いてね、外れちゃったんだって。おお、うん。そういうこともあるよね。結構動くんだね。そうだね。ね。うん。なんせつけたことがないのでよくわかりません。すいません、私。ごもっともです。はい。はい、まあ、でもいいよね、こういうことでも話題になるもんね、みんなで。なんで夫婦なの。いいと思うよ、うん、はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。